俺のモバイルオフィスってそもそも企業がそれなの。オフィス持たないでキャンピングカーで、どこ行った先どこでも仕事ができて、でインターネットでこうやり取りができれば、俺たちのライフスタイルそのまま仕事に活かせるんじゃないかなっていうのがきっかけで、そういう会社をやりたくて最初に起業した経緯があって、で俺そのために妻はウェブを勉強しに行った、ウェブだとこれからは、で俺は映像だったね。で実際に起業してみたらそれはできなかった。その時はなぜかっていうと、まずモバイルが 3G っていう回線しかないのと、まだガラケーだったんだよね。でテザリングっていうのがないから、何年前ぐらい、2006年、2007年か企業が、で12年前だな。だからね、インフラも整ってなかったし、それから俺映像でしょ、ノートブックでさ映像編集ってさなかなかできなかったのよ、マシンスペック的に、っていうのがあって、ほんで現実的じゃなくて、その企業当初はいわゆるモバイルワークみたいな、車を軸にした、モバイルオフィスワークっていうのが現実的ではなかった、まあ、今の時代になると LTE で十分、通信は、ね、も足りるし、それからパソコンのスペックが上がったから、ノートブックで編集作業、映像編集がサクサクできるようになったっていう環境が整ったのと、プラスうちがちょっと儲かってハイエースを変えたっていう、でこの広さだとデスク作ったりとかっていうのが容易にできたの でようやく今年の6月からこのモバイルワーク、モバイルオフィスプロジェクトっていうのを自分で企画して、月に2回必ず外で仕事をしようっていうことを始めて、で海、それからベイサイド、筑波山、でこの間行ったのが、マリンスタジアムの駐車場、で今日ここ、5回目かと思って、ようやくそれができる環境とかインフラが全部整ってきたなっていう。だからこそ今これをもっともっとうちの会社も実践して、外で働くっていう機会と時間を作っていこうかなって、で始めてます。うちも結構似てるところがあって、車で仕事っていうのはまだ僕はやってないんですけど、リモートワークはもううちもリモートが基本、リモートが前提っていうところがあって、うちはオンラインの日本語学校をやってるんですけど、そもそもそのうちに登録してくれる先生もみんな在宅なんですよ。なるほど。なのでそれぞれが自宅で仕事が回るっていう形じゃないと成り立たないので、僕自身も一応集中しやすいように横浜に事務所は借りてるんですけど、家が茅ヶ崎なので波がいい時は茅ヶ崎で働いて、波がなければ今横浜の事務所に行くっていうのが僕の基本的なライフスタイルで、今、家からその事務所までドアドアで1時間ぐらいなんですけど、だから行って帰って2時間ですよね。で家から海までが自転車で5分なのでそれ行って帰っての2時間の間に、海に住んでんの？海に住んでるけど、着替えシャワー入れても2時間あれば1ラウンドできるんですよね。なるほどね。そういうのを日常的にできる限りやりたいと思ってこのスタイルを取ってるって、なるほど。ジャパンオンラインスクールはそのスタイルでやって、今年で何年目？15年目になりました。でうちも法人化したのが2005年なので、始めたのは2004年なんですけど、おかげさまで続いていて、じゃあ当初から、在宅型のワークスタイル。そうなんでかっていうと、僕その起業する前は会社勤めしてたんですけど、当時の友達と喋ってる時に、所ジョージさんとかヒロミさんとかの生き方っていいよねっていうのを飲みながら、飲みながらそう話してた時があって、ただその時にでもあの人たちは芸能人だからできるんだよっていうのを僕言っちゃったんですね。でその言葉がこの出た瞬間にハッってなって、今の俺超ダセーと思っちゃったの、自分の顔。俺も思ってダセーって。でその瞬間に、じゃあそういうライフスタイルを送れるように自分が動いていけばいいじゃんっていうふうに、そこから考え方が変わって、結果起業もしたし、今みたいなその仕事の仕方っていうかビジネスモデルっていうのも考えて動いてきてから、おかげさまで回ってるって感じですね。
今だとあのケイさんの仕事ってテザリングでさ、十分スカイプって今、うん、今全然できる、サクサク動いちゃうでしょ、うんうん、だからいつも事務所いないんだ。基本は事務所に行きます。基本は事務所にいるの？います。波がいい日はね、朝から SNS ぴったり上がんない。連絡が取れない。連絡が取れない。あの野郎と思っていつも。いやいや、ちゃんと仕事はします。ちゃんと仕事はする。ね、言わないと。そうだった。そうだった、はい。なるほどね。そもそもじゃあ、だから、あの今の会社の仕組み自体が、うん、モバイルができる。そうですね、もちろん軸にある、うん、仕事の中身はもちろん自分がやりたいことで起業したっていうのはあるんですけど、やっぱりそれだけだとね、うん、あの人生つまらなくなっちゃうので、うんうん、自分もちゃんと楽しめる形での仕事を選んだつもりです、うんうん、でまあ俺ら同世代なんでね、45、41、うん、まあ、こっちのジェネレーションで、こうきくん、はい、あなたニュージェネレーションでしょ、17ですよね、はい、そこでこの、ね、モバイルワークっていうスタイルをモバイルオフィスっていうのをまあ事業化してるわけですね、はいはい、きっかけは何？きっかけはですね、まあ、インバウンドが大きくて、私自身もあの7歳までロシアに住んで大学の時から行ったんですけども、あのそれがきっかけで、まあ、あのオリンピック日本で、うん、あの来年決まって、僕一緒にすごい学生も日本に来る中で、なんかそのあの、まあ、東京とかもあの浅草とか京都とか広島は行ったけど、他に後期何があるんだよみたいなのを海外に聞かれてですね、うん、でちょっとじゃあ僕が好きな長野のところとか温泉とか好きみたいなのめちゃくちゃ喜ばれるんですよ、うん、でそれでなんでこう、まあ、喜んでくれるかっていうと、まあ、なかなかそんなそのローカルとか日本中隅々の情報ってあんまり海外にまだまだ、うん、あの情報の部分ではアクセスできないし、何より自分では行けない、うん、はい、っていうところで、なんかこれだけ IT はもう繋がってる世界にもかかわらず、なんかその実際のリアルではなかなかそのそういう地域とか場所と人って全然繋がってないんだなっていうところですごい課題感を持ってですね、それでこうじゃあなんかその快適な空間ごと移動できて、でそのままこうあの滞在できるような新しい、まあ、海外のバンライフっていうキーワードがあると思うんですけども、それが旅とかまたひいては働き方とか暮らしが、まあ、日本に来るともっと豊かになるんじゃないかというので、うちの会社のミッションもあのステイエニアエニタイムって言ってるんですが、もうどこでもあの時間と場所を選ばない自由なあのマライフスタイルというのを日本に来るというので、こういった授業に入らせていただきます。なるほどね。実際の利用率ってどう？今そうですね、もうあのこれ面白いんですけども、うん、これ今キャンピングカーってシニアの方とか、うん、持ってる方があの面接された方ですけど、若い人たちもめちゃくちゃ刺さってまして、ね、うんうん、これですよ、コウキさんみたいな感じで、うん、結構そういう意味ではバンライフ憧れてる若い人も多いし、なんかそういう、まあ、幅広い世代を支持されてて、うん、だけどなんか私こう満員電車とか見るとなんかあのすごい感じるんですけど、こういうそのなんかそのなんか人間の根源的な自由さを阻害してるのって、なんかああいう、まあ、あの社会の不条理みたいな部分を、なんかこういうバンライフがその歪みを解消するみたいなカルチャーだったらいいなっていうのを、うん、あの自分やってます。なるほど。スタートアップでさ、あれだよね、ぐんぐん来てるからね、カーステイ。ちょっとです、はい。おかげさまでありがたいです。はい、で、アデショートヨタとソフトバンクが出資し出した、はい、会社のグループに。はい、そうですね、コンソーシアムの、はい、あの、今、はい、日本で400社くらいですか、ね、まあ、自動運転のキーワードで、また、あの、世界に向かうと、あの、IT テクノロジーと車の産業をやりたいと。あの、ここにも出させていただいて、はい。まあ、なので最初は車中泊で週末は泊まれるかみたいなところで、次がじゃあその平日こういうところで働けるっていうところが次の取り組みです。そうだよね、はい、でもう一回じゃあモバイルオフィスに戻すと、はい、俺さあの働き方改革って実はまださ残業代を、ね、なくそうぐらいのことしかやってないんだけども、すごくいいきっかけだと思って、うん、つまり働き方を変えるっていうことを国がまあプッシュアップしてくれたっていうのはすごくいい機会だと思ってて、なんでまずは残業をカットしましょうってところから、みんなの意識の中に働き方って変えられるよねっていうことがちゃんと根付いていった、その先にこのモバイルオフィスっていうスタイルがもっと認知度、それから、需要が増えていけば、ここにさ、あれヤフーの人じゃないとかね、うんうんうん、あれ楽天の人じゃないみたいな、
結構大企業の人たちですら、うん、こういうところで仕事をして、で終わったらちょっと一緒にありません1ラウンドみたいな、うんうん、そういうコミュニケーションが生まれるって俺すごく信じてて、うんうん、なので今こういうふうに今回みんなに集まってもらってこういうディスカッションするのも発信をしていきたいんだよね、うん、できるよっていうことをすげえ簡単に、うん、できるよってことをもっと広めていきたくて、うんうん、俺たちは昭和と平成で働いてきたじゃない、そうだ、ね、いっぱいやってきたじゃん、そうだ、ね、でも令和スタイルに変えていこうよ、ね、本当に、ね、これ、はい、それでそんな難しいことじゃないはずなんだよね、はいはい、何がまあ阻害しているというか障壁になっているかって、まあ、それぞれの問題というかあるとは思うんだけども、はい、実はこんな簡単にできるんだぞってことは、はい、本当に多くの人に知ってほしいし、はい、実践してほしい、はい、だからモバイルオフィスとして、はい、あのカーステイ貸してんだよ、だからさ、オフィスファンオフィス、これだ、新宿のど真ん中に、はい、はい、だからさ、会社でさ、社長がちょっと俺さ、カースケースからさ、お前ら来週車で働き行こうぜって言って、ちょっとね、キャンプ場とか行ってさ、はい、働いて、でお前ちょっと仕事しろって言ったら社長はもう焼いてんの、昼、いいねいいね、そういうのいいと思わない？いいですね、そうでしょ、はい、その代わりあのちゃんとディスカあのミーティングやっとけよ、はい、使ってやって、俺そういう働き方をもっともっといい多くの企業と多くの人が、はい、アウトプットしてほしいっていうか可視化してほしい、うん、最近そもそもベンチャー合宿でキャンプが流行ってますね、そうだよね、そうなんですよ、はい、ね、キャンプってこうなんすかね、みんなフラットになるじゃないですか、うんうんうん、みんなで頑張らないと楽しくないっていうの延長線上で結構福利厚生でこの場貸してよみたいな、うん、興味持ってくださってる清さんはいらっしゃいますね、チームビルディングにも良さそうだよね、そうですね、おっしゃる通りですね、はい、うちのさ、家族で車の中って結構会話が増えない、夫婦の会話が結構増えてさ、そうそうすごい、あのね普段はね距離がありすぎる否定はしないけどそんなことないです、そんなことないけど、普段以上にね、やっぱそれで助手席と運転席っていうこの距離感がなんかね、同じ方向向いてさ座ってるからかもしれないけど、はい、なんかこの前ちょっとお手話したんですけど、すごいお忙しい、社外の方とちょっとミーティングがあったんですけども、なんかミーティング設定するじゃないですか、うん、なんかその1時間後にちょっとまた別の場所にいなきゃいけないって話があったんで、うん、これ車で移動しながらミーティングすればいいんじゃないかと思って、車出したんですよ、うん、それで僕こう運転しながら運転させていただいて、結構いい話まとまりました、うんうん、そういうのとかもあるかもしれないですね、うんやってるじゃない、オープンモバイルオフィス、はい、で基本的には作業ではなくて、なるべくミーティングをしたりとかやってるんだけど、うんだね、企画とかやるんだけども、やっぱね、会社でやってる時とは違う、うん、話が出てくるんだよね、お互いに、あ、お前そんな考え方持ったんだとか、面白いな、今のアイデアみたいなのを、普段だったらありきたりな話でしかしてなかったようなテーマでも、意外な会話が出てきたりとかするのは、これ冗談抜きで、環境って人のこう脳みその、思考回路に少しスパイス入れてくれるんじゃないかなって、うんうん、あと早く遊びに行きたくなっちゃうそう、そう海でやった時は、はい、まあなんと俺の仕事の生産性が作業効率のいいこと脇目も触れずにでも波を見てあれあれ、うん、だとしたらすごくいいことだよね、うん、同じもっと短い時間で同じクオリティができるんだったら、うん、こんな素晴らしいロケーション、うん、環境はない、そんでね、俺一応ね、働き方改革っていう意味では、実は6年前から、ウミーティングっていうイベントをやってて、わかりやすくていいっす。それはもうね、海でミーティングやろうっていう企画で、はい、お前ら、スターバックスで飲まどできんだったら、Wi-Fi さえあれば仕事できんだろう、だったらそれ、うん、海の家でもいいよねっていうコンセプトで始めて、もう今年で6年目。でね、最大ね、40人参加してくれたことがあって、その時さ、午前中がワークタイム、大体ね、13時まで。みんな真面目に仕事しまって13時から、はいバーベキュータイムにしてね、そうするとさもうさみんなさバーベキューを早くやりたいからすごいんだよ、もう喋りもしないし脇目も触れずにバーってやってっていうのをやっていて、で、1回やったらやっぱ評判良くてもう今年で6回目になるけども、だんだんね変わってきたのは、経営層の人たちばっかりになったの、だからやっぱり自分たちがそういうのを体験して体現して変えていくっていうところに意識を向ける人たちがすごく増えてきて、だから役員クラス経営層の人たちばっかりが来るからさ、まあいい傾向だしっていうのでね、ぜひ来年もやりますんで一応話になりました、働き方っていうところでね、
場所があれば、つまり海の家だって、そこはワークスペースなのか、オフィスなんですよっていう、はい、ね、波良くなってきちゃったね、もうちょっとしたらやめよう、もうディスカッションもね、被害で。じゃあさ、今度さ、このパースケーの車を使って、とにかくさ、社長ばっかりを集めて、あの体験してくれと、はい、体験会。で、あんたたちのとこの社員さんたちを次は連れてきてくれよっていうところでさ、どんどん多くの人が導入してもらえるようになると、日本の未来も明るい。日本の未来って大げさなこと言ってるけど、僕たちは子供たちが社会に出る頃に、今のような社会に俺は放り出したくないんだよ、子供を。そこで他力本願で誰か変えてくれないかなっていうのが今までだったけども、少しでもそこに何か見せることができないかなと思った時に、僕はこのモバイルオフィスプロジェクトだったんで、それができたらきっと僕らの子供たち、彼らが社会に出る頃にはもっと働きやすい、あるいは働くのが楽しい環境ができていて、そして日本の景気もきっと上向いて、いいこと、いい方向になってるんじゃないかなっていうことを願っている。なりたい。あなたたち、なんとかしてくれよ。これを機に。もうニュージェネレーションの時にさ。で、僕ら世代がそれをまず体現する、やってみせることで、若い人たちが、あ、おじさんたちめっちゃ面白そうな仕事してんじゃん、働いてんじゃんっていうのを俺は見せたい。俺もああいうふうに働きたいわって。そしたら奴らは、じゃあどうしたらそれが実現できるかって考えて動き出してくれると思ってるんだよね。だから俺らはやらなきゃいけない、見せなきゃいけないと思ってて、本当にそう思いますね。本当に20代とかもやっぱりこういう場所で働きたいでしょ。でしょ。職場もなんかどういう軸で会社見るかって、みんなも働きやすさとか、そうじゃないですか。なんか結構そういう企業さんにとって採用とかにもあるみたいな。でしょ。さっきのさ、農耕民族の話も言ったのさ、なんか日本人って、なんだろう、与えられた環境、昔ほら、その与えられた田んぼの中でいかに効率よく米取るかみたいなところばっかりを考えてた。で、今も世の中はそうじゃない。なんかもう、僕はこの与えられた環境の中でどう頑張るか考えますっていうのがメインの、なんだろう、その頭の使い方なんだけど、そうじゃなくて、ここじゃなくてもいいんだよっていうことが分かればさ、はい、もっといろんなアイデアとかやり方って出てくるんじゃない？その通りだと思う。それをね、ヒデさんが、隣にも畑はあるぜ、隣には海があるぜっていうのをさ、伝えていくっていうのが大事だよね。そう、すごく大事だと思って。俺らみたいなマイクロカンパニーが一番やりやすいわけよ。ね、自由度が高すぎて。じゃあ、俺と違いやりゃいいわ。そう、ね。そういう考えなんだよね。じゃあ、あれだね。イケてる経営者にどんどん。やってもらって、他の人たちもああやりたいって思ってもらう。なので、この動画を見た、経営者の方たちはぜひまずカーステイとかねに、連絡ください。ほんでみんなでやりゃいいんだよ、はい、うん、そこだけでやるってなると負担かもしれないから、はい、僕らも協力して参加しますので、いろんな会社企業とかとね、はい、セッションしたいな、はい、ちょっとそういう働き方を変えていくっていうことに興味を持っている企業さんがいたら、ぜひ一緒にやりましょう。SDGs これ。そうとは言わない。なんか今時のキーワードを言っとくとさ、グッと刺さるかなと。SDGs。合ってる？合ってる？わからない。合ってない。合ってる。だらだらと喋りましたけども、俺たち目的は今日は海なんでね。全部仕事は終わりました。終わりました。OK。じゃあ、俺たちこれからサフタイムです。バイ。